2020年東京五輪での輸送、警備の円滑化を目的とした改正五輪特別措置法が参院本会議で可決、成立した。既存の祝日の移動で五輪開幕前日の7月23日、開会式がある同24日、閉会式翌日の8月10日を休日とし、記事全文を読む。